Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away.こんにちは、西尾でございます。私今ですね、国鉄ウォンウェイアイの駅に来て、今から列車に乗り込もうとしております。今ですね、ようやくこう空いた席を見つけました。結構いっぱいだな。で、13時20分発のマハチャイの方行き列車ですね、これ。これに乗っております。私が今から向かう駅っていうのがバンボンっていう駅です。ここまでの乗車料金が5バーツです。この列車に乗るのはですね、私前回はカオマンガ屋に行った時に乗った以来ですね。トリファームがあるっていうカオマンガ屋なんですけども、そこに行った以来です。目的地であるですね、バンボンの駅に着きました。もう駅と呼べるような作りではないですけども、まあ、ここ駅です。バンボン駅っていうところです。で、僕が今日向かうのはですね、ミャンマー人がたくさんいる市場に向かうんですけども、どうもここからですね、ちょっと歩くと遠いみたいで、ソンテウか何かに乗る必要があるようです。ここからちょっとソンテウを探します。多分ね、これ向こう道路を向こう側に渡らないといけないんですよね。向こう側に渡ってなんかソンテウみたいなものに乗ると、ソンテウなんかあんのかな。全然走ってねえけど、ソンテウ来た。何も聞かずに乗ったんですけど、果たしてバンボン市場まで行くんでしょうか。U ターンしたのでここで降ります。本当はもうちょっと先まで行きたかったんですけど、ソンテウが途中で油断しちゃいまして、元来た場所に戻ろうとしたので降りちゃいました。まあ多分ここからもう歩いてすぐだと思います。まあ、この辺りのバンボンっていうところなんですけど、そんな田舎っていうほどではないですよね。まあ一応バンコクなんで。はい、ご覧の通りここバンボンって書いてあります。この辺に住んでいるミャンマー人の方が利用するミャンマー市場です。結構規模が大きそうなミャンマー市場です。みんな田中って言われるミャンマー人独特のね、文化である田中を塗ってる方もちらほらいます。これミャンマー人の方が使う噛むタバコですね。この葉っぱでくるんで噛み噛みするんですけど、僕はあれ超苦手です。ちょっと
タイ語がわからないのか、僕のタイ語が悪いのか、よくわかんないです。これはあのパートンコっぽいですね。違うのかな。よく揚げ物。揚げ物三昧ですね。奥はあの洋服売ってます。これあのミャンマー人が着るようなあの民族衣装っぽいの売ってますね。で、場所ちょっとエリアが違ったところにも市場があって、ここにもいろいろ売ってます。プララチェメか。はい。ああ、テオニー。サラパマチェメか。ルオンガン。台湾妈妈。ああ。何マジャマ？マジャ一分なんか。どう？台湾不台だ。台湾ティグルンテープか。不台だ、一定。我们家。你们有没有分台湾妈妈？ああ、ルオンか。ああ。あ、そう。你呢？想面吗？想面。啊，卤煮吧。你过过了，我超喜欢，好吃。哦。เวลาง่วงนอนก็กินนะเนี่ย。なんか今聞いてるとここはあのミャンマー人だけじゃなくてタイ人のお店も混ざってるっていうことです。だから今話してたおばちゃんはタイ人です。タイの食材とか売ってますね。その隣ではあのミャンマー人のお店もやってるという市場です。ルレア？ルレアって言ってましたけど何のことか分かんないです。あ、あれはここ、あああの紙タバコに中入れるやつですね、これ。ああ、ここはよく売ってます。ジャグは100バーツ、激安です。激安ズボン売ってます。日本で買い付けされてる方、一着100バーツです。いかがでございましょうか。私がご案内いたします。もっと安いのありました。一着89バーツがありました。最安値更新しました。買い付けに来られる皆さん、89バーツです。こうしてですね、タイ語とミャンマー語が併記されてます。ギンティニーダイチャメか。なんかタイ語わかんないのかな。なんかいい食べよう。アニチューアハンアライナか。あ、オープンか。あ、でここビール飲めるんでビールもなんか飲みましょうかね。何ビールがいいかな。ミャンマービールないのか。さすがにさすがにミャンマービールねえな。なんかリオビールが多い。ミャンマーじゃんリオビールが好きなのかな。あんま引いてねえ。ビールか。あれ、まあ、あのせっかくミャンマー市場来たんでなんかミャンマーのもん食べようと思い、食堂に入ってみました。で頼んだのがですね、このなんか麺料理。前になんか一回食べたことあるんですけど名前今聞いたんですけど全然分からなかった。このあえもんの麺料理、これ頼んでみました。そしてなんとビールがあったんでリオビールも合わせて注文してます。よいよい。では皆さんお疲れ様でございます。ミャンマー市場より乾杯。この麺料理食べてみましょうよ。ちょっとこれねスパゲッティみたいな。じゃあいただきます。辛い、結構辛い。これ見た目通り辛い。あ、全然変な癖はないですね。入ってんのがキュウリ、パクチー。辛いこれ、結構辛い。でも辛いからあのビールに合います。麺のサラダみたいな感じかな。あとね、他にはキャベツとか入ってます。キャベツの他になんかこう得体の知れないこれが入ってます。なんだかよくわかんない。一見豆腐かなと思ったんですけどどうも豆腐でもない。なんだ。でも別のお客さんも同じもの頼んでるから、まあここの人気商品なんじゃないかな、勝手に思ってる。僕のあの隣に座ってる、ちょっと今画面奥に見えるお兄ちゃんは、僕と同じ料理を注文したんですけど、ずっとスマホを見てる。食べ始めません。恋人とでもやりとりしてるんでしょう。なんかちょっと違うのも食べてみようかなと思います。あ、アニーではいいか。アニーアニー。いや、あ、ギティニーか。
で、あの一品だけじゃちょっと物足りなかったんで、店頭に並んでたこの揚げ物も頼んでみました。多分これはロッティですね。なんだろう、イエンタフォーみたいなあれがついてますね。なんだろう。ロッティじゃねえよ。なんだろう、中入ってるの。芋みたいな。芋がある。さ、サモサ。なんだろう。カレー風味。あ、これうまいな。なんかこれでもなんかタイの屋台でも売ってますよね、こういうのね。違う、豆だこれ、豆。豆だ。ピンク色のですね、液体が何なのかという。ことを調べなければならないと思いまして、開封したいんですけど、私不器用でございます。こういうのがないとなかなか開けれないんです。超不器用でして、私タイ人の人はみんな器用なんですけどね。開きました。パカーン。なん、全然わかんないな、匂いしないよ。ではですね、この非常におっかなびっくりなんですけども、ちょっとこいつにかけてみようかなと思います。こんな感じでね、ちょっとまず少量からいきましょう。得体が知れない。ピンク色の液体をつけてですね、いただいてみます。あんまりインパクトのある味じゃないんで、ちょっとなんだかわかんないです。だったらつけなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ別につけなくていいですね、これそのままでいいと思います。まあ、私ですね、散々パラからタイ料理は食べてますので、まあ、タイ料理は多少慣れても詳しいんですけど、ミャンマー料理に関してもさっぱりわかりません。ミャンマー料理に詳しい方、もしこの YouTube を見られてましたら、これが何なのか教えてください。イエンタクオのあれじゃないです。もう匂い嗅いでもわかんない。ただ色だけがすごい。さっきの店ですね、ビールとおかず3品で150バーツでした。で、ちょっとですね、また歩いてみると、まだでかい市場のエリアがありました。ここが超でかいです。体育館みたいなところがですね、市場になってます。すげえな、ここ。服も、生鮮品も、スマートフォンも、何でも売ってます。なんと靴が260バーツと、そして最安値150バーツです。150、500円で売ってます。靴がついに出ました。本日最安値20バーツの服が売ってます。持ってけ泥棒ですよ。20バーツ日本円で70円ぐらい、超安い。で、この市場のですね、ちょうど道路沿いにミャンマー料理では多分有名だと思うんですけど、この串料理、なんか煮込みの串料理の店が、店っていうか露店がずらっと並んでまして、ミャンマー人でね、結構にぎわってるんですよ。で、その中の1店舗に来てみました。聞くと4本で10バーツだそうです。ここに並んでるものから選んで食べていくという。これは何だろうな、これ何、豚かな、いろいろある。これ内臓だな、内臓系だな、これこれは豚の耳っぽいかな。このソースをつけてこういただくんですね。こんな感じです。じゃあいただきます。ん、このタレね、なんかカオマンガイのタレとチムチムのタレを足して2で割ったみたいな感じ。うん、あー、しまった、ビール持ってくればよかったな。ビール売ってない。スープもついてきます。何のスープだろう、茶色いスープ。これ何の味だろう、何が入ってるのか分かんない。なんだこれ。アニチュアハンアライカムサママゴドクハ。あ、
あの横にミャンマー人の方来ましたけども気にせずいただきましょう。まあこれでもね4本でビール1本飲めんじゃないかな。だからビールここ持ってきたら超割安ですよ。あてがだって8本食べて20バーツですよ。12本食べて30バーツ。おっぺまいこいいっすか。ああ、遊んできた遊んできた。はい、ミャンマー市場散策を終えてですね、またあのバンボンの駅に戻ってきました。もう僕もタイに住んで10年になるので、だんだんですね、異国感どうしてもですね少しずつ薄れていっているところがあります。なのでこういったですね、今回みたいな異国の方がやってる市場に来るとすごく異国感を感じる、非日常になったような感じがしました。非常にいい刺激ですね。僕が撮影してるとミャンマー人の方がですねかなり警戒しました。笑顔をくれた人はかなり少ない。最後の女の子ともう一人二人ぐらいかな。大体みんな何なんだ、険しい顔しました。僕がどんだけ笑っても笑い返してくれないというような状況が多々ありました。まあ、そういう国民性なのかな、僕が怪しく見えたのかちょっと分からないですけど、まあ、ちょっとね鉄道の旅も楽しみながらこういったですねタイにいながら異国の文化に触れるということができます。電車ウォーミア駅から1本ですからね、ほんと20分ぐらいで着きます。あとソンテウもまっすぐ行って降りるだけですので、非常に簡単に来れます。非常に簡単に来れるのにちょっとした冒険のような道旅ができるという今回の日帰り打ち旅でした。私のですねこの YouTube のモチベーションはグッドボタン、あと皆様からのコメント、これだけで支えられております。これがゼロになっちゃうと私の YouTube のモチベーションはもうなくなってしまうと言っても過言ではありません。ぜひとも何でもいいです、コメント感想ください、そしていいねもください。はい、というわけで今回はこの辺でお別れします。では次回またごきげんよう。